それでは始めさせていただきます。冒頭はですね、私からは新たな変異株、オミクロン株の対応について申し上げます。昨日ですね、オミクロン株の感染者が国内で初めて確認されました。政府におきましてはですね、この最悪の事態を避けるために緊急避難的な予防措置として水際措置を強化されたところでありますけれども、私どもとしても国内における変異株の拡散を防がなければならないというふうに思っております。これまでのですね、国内における感染拡大の波はですね、やはり、デルタ株のようにですね、この変異株の影響が大きかったことを考えると、やはりオミクロン株に対しましてですね、的確かつ迅速な対応を取る必要があると考えております。従来の株と比較してですね、オミクロン株はその感染力や重症化のリスク、またワクチンの効果などですね、明らかになっていない点もありますことから、今後科学的な見地を集約して、それらを踏まえた対応が急がれるところであります。水際対策の強化と並行して、今後もう市中への流入もですね、想定がされるわけであります。このオミクロン株を早期に検知するためですね、PCR 検査の強化、そしてまた、全ての検体についてですね、ゲノム解析を実施するなどですね、監視体制を強化していく必要があると考えています。いずれにしてもこの対応がですね、後手後手にならないようにですね、緊張感とスピード感を持って、先手先手でですね、この変異株の対応に当たっていただきたいと、このように思っております。私からは冒頭以上です。それではご質問のある方は挙手の上、指名されましたら社名氏名を述べてからお願いいたします。どうも。産経新聞です。児玉と申します。はい。昨日ですね、立憲民主党の代表選で、泉さんが選出されましたけれども、こちらのですね、受け止めと政策論議などの点について期待することがあれば教えてください。後半部分ちょっと聞き取りにくい。政策の部分について、はい、期待することがあれば教えてください。はい。泉さんが、代表に選出されたということをですね、発表がありました。まずは、私もよく泉さんはよく存じ上げておりますので、当選おめでとうと、申し上げたいと思います。よく人柄も存じ上げておりますので、今後ですね、野党第一党としての党首としてですね、しっかりとその手腕を発揮していっていただきたいというふうに思います。政策的な面につきましては、どのようなことをまだこれから、打ち出されるかよく分かりませんので、それは注視していきたいと、そのように思っております。
はい、他にございますか。時事通信の三平です。関連してなんですけれども、泉代表になったことで、これまでの路線との、まあ、転換というのも可能性はあると思うんですけれども、特に憲法議論とかそういったところで変化が可能性あると思うんですけれども、憲法議論だとかそういった面でどういった対応を求めるか、その辺についてお考えをお願いできればと思います。はい、まあ、憲法議論もですね、積極的に私どももですね、議論していきたいという姿勢でございますので、まあ、その点は泉さんの方も同様に考えておられるのではないかと思っておりますので、まあ、それは歓迎すべきことだと、まあ、このように感じているところです。いかがでしょうか。関連して毎日新聞の木下です。先の衆議院選挙中はですね、公明党政調会長も含めて、はい、その立憲民主党と共産党の選挙協力についてですね、はい、基本政策が違う政党同士 の、 その、はい、選挙協力、はい、あるいはいわゆるその閣外での協力について批判をされてましたが、はいはいはい、泉新代表が選出されたことによって、はい、この路線 の、 そのいわゆるその国民に分かりやすい説明というか、はい、転換というか、はい、その辺をどのように期待されていますでしょうか。はい、まあ今ご指摘があった通り、私も、それはおかしいんじゃないかというふうに申し上げておりましたのでね、まあ、昨日の泉代表のですねお話をお伺いしていると、それはもう事実上白紙だという趣旨のお話があったと、理解しております、受け止めております。まあ今後その点を、まあ、さらにどうされるのかですね、まあより鮮明になってくるのではないかと期待しております。他にいかがでしょうか。すいません、西日本新聞の大坪です。先日から少し話題になっている10万円 の、 クーポンに、関する経費が900億円を超えるということで、まあ、野党また世論も反発も出ているんですけど、これについて改めてご見解をお伺いください。はい、まあ、この件はですね、いろいろいろんなお声があることは承知しております。まあ、山口代表もですね、すでに何回もこの件について触れられて おられますので、まあ、私からはそれに付け加えることはないということでございます。その他いかがでしょうか。NHK の米津と申します、はい、オミクロン株について伺いたいんですけれども、政府のこの間のですね、入国停止の措置ですとか停留の措置について、うん、この現状の在り方は適切だとお考えかということと、うん、はい、あと、まあ、以前代表がですね、まあ、実際にその入国者を、まあ、施設にまあいてもらうその実効性という部分が大事だという趣旨の発言をされていたんですけれども、この実効性について政府に求めていきたいことをお願いいたします。はい、まあ、政府与党連絡会議でもですね、公明党側からですね、徹底した対策強化をですねお願いしたいと、先手先手で対策を取ってもらいたいとかですね、それから、まあ、ゲノム解析もですね、もう可能な限りやっていただきたいとか、まあ、事前に政府にも要求をしておりましたのでね、まあ、それを踏まえて、政府の方も入国、すべての国からの入国禁止や停止ですかをはじめとしてですね、一連の対策を発表されたと承知しています。まあ、これらはですね、やはりこれまでの経験を踏まえてですね、先手先手のですね、的確なですね、手の打ち方であるというふうに、まあ、理解しております、評価しています。その上で、まあまあ、できる限りですね、やはり指定されたですね、場所で感染者はですね、
隔離、そしてまた、治療、そしてまた場合によってはですね、療養ですか、等々ですね、することが必要であると考えているところでございまして、まあ、東京都の方もですね、すでに東京都在住の方々は全て指定の療養所にですね、はい、入ってもらうと、まあ、こういうことも発表されておられますのでね、まあ、できる限りそういう形できちんとした、まあ行動管理がですね、なされるようにですね、私どもも要求していきたいと思っております。日本テレビの天野と申します。お願いします。先ほど自民党の衆議院議員の泉田裕樹候補さんがですね、会見をしまして、さっき の衆議院選挙の際に、地元の県議から、裏金を要求されたと、主張されました。で、一方のその県議の方は今のところ反論しているので、真実は明らかになっていないんですけれども、自民党内でこういったお金の問題が続いていることに対してご証言をお願いします。そうですか。ちょっとその私、ニュースをですね、承知していませんので、今初めて聞いたところなので、ちょっと今のこの時点でコメントは差し控えたいというふうに思います。毎日新聞の木下です。はい、話題変わりますが、いわゆる台湾有事の認識についてお伺いします。今日の午前ですね、安倍元総理が台湾のシンクタンク主催の会合にオンラインで出席して、台湾有事には日本の有事であり日米同盟の有事でもあると、この点を、習近平主席は見誤るべきではないというふうに述べました。台湾問題、いろいろ防空識別圏の侵犯の問題などいろいろありますけれども、この台湾有事について公明党についてどういうふうにご認識されているのか、お伺いしたいんですか。はい、それはですね、菅総理の時も菅総理から発表があったと思いますけれども、日米会談でですね、この両岸問題のですね、平和的解決をやはり希望しているということに尽きると思うんですね。そこを公明党としてもですね、まさにその通りに考えているということですね、はっきり申し上げて。すみません、関連で毎日見の人です、はい、同じ認識というのはその菅政権の時代の政府の立場と同じ認識だということでしょうか。はい、それでですね、加えてなんですけども、そのオンラインでの会合で安倍元総理はですね、台湾の TPP 参加やその WHO への加盟を支持する考えを示しましたけれども、この台湾の TPP 参加や WHO 加盟についてはいかがでしょうか。はい、それはちょっと私も今初めて、安倍総理のそのお話をお伺いしましたのでね、確認もしておりませんので、今の時点でですね、それについて一つ一つコメントするのはちょっと差し控えておいた方がいいかなと思っております。その他いかがでしょうか。共同通信の笠井です。はい、昨夜なんですけども、米軍の三沢基地の戦闘機がですね、トラブルで燃料タンクを投棄してですね、それが役場の近くに落ちたということで、大惨事につながりかねない事態だったと思いますが、この、米軍基地の事故について、政調会長どう思われているかお聞きします。沖縄ですね、今回は青森の三沢基地の方で、沖縄でも先日、ペットボトルというか水筒が落下した事案がありまして、米軍基地の落下物の相次いでますが、それも含めて、全体的にどう思われているでしょうか。今おっしゃったのは三沢基地の、燃料タンクですね、それはもうあってはならないことでありますんでね、もうやはり国民にですね、やはりもしもこれが住民の上に
この住宅の上にでもですね、落下していたりするとですね、大変な大惨事を招くことになりますので、今後決してそういうことが起きないようにですね、やはり厳重に抗議をすべきであると、このように思っております。その他いかがでしょうか。時事通信の右です。少し柔らかい質問になるんですけど、先ほど流行語大賞に野球の大谷選手 の、リアル二刀流とショータイムというのが選ばれたんですけれども、その感想と、政調会長にとってのこの1年の流行語じゃないですけども、その辺ちょっとお伺いできればと思います。流行語大賞で、リアル二刀流、二刀流とショータイム、ショータイム、ね、が選ばれたんですか。まあ、これも今初めて聞いたところなんで、なんともコメントがしにくい話ですけれども、大変大谷選手はもう、やはり前代未聞のですね、やはりご活躍をされましたんでね、大変私も元高校球児としてですね、もう喜ばしいことであると、いうふうに思っております。はい、嬉しい限りです。以上で、はい、どうもありがとうございました。